まず一番最初にこの廃仏毀釈が始まったのはいつかと言いますと、もう江戸の末期から始まっていたと言います。こちらにいらっしゃいます方は、これはどなたかと言いますと、この犬堂が目に入らぬかパンパンパン水戸光圀公でやらせられます。この人は別に廃仏したわけではないんです。ただすごい名君でありましたからね、お坊さんにも厳しかったんです、ね、当時はですね、こういうことです。この方というのは無駄な神社も廃しました。この変なものを祀ってるのは、もう邪神を祀ってるのはもう潰したんです、ね、お坊さんもいい加減なのはもう減俗させたんです。なかなかお坊さんにも厳しい人でした。一度中国の有名なお坊さんを呼びまして宴を催しておりましてね、一度この坊さんの実力を試してみようということで、庭に鉄砲台を用意しておきました。宴の真っ最中にパパパパーンってやったんです。するとその中国のお坊さんはピクリともせず、八方といいますのは武士の習いでございますので、ご無礼つかまつりました。いや、なんともございませんって言って。で、宴を続いておりまして、それ宴をしているその途中にですね、その中国の禅宗のお坊様が、そしたらびっくりしまして、見つくりして、おーってお酒こぼしてしまったという話がある。あ、まあ本当に本物は素晴らしいことで大事にするし、偽物はとことん、ね、そういうことする、まあ名君であったわけです。しかしそれから大を来ますと、その家臣が、まあ、藤田東湖って人なんですけどね、こういうもう神道にしましょうって言いましたね。もう水戸東照宮がありますね。その時に作られました盆章まで潰してしまいましてね、それで徳川幕府からお咎めを受けたっていう方がこの方でございましたね。それは幕末の水戸藩という本を読んでいただいたら書いてあります。